ぐぎにぎに、ぐぎにぎ。部屋、ワーンブルギッチュンオーン。お部屋だ、ダメだ。こんなんじゃ全日本ムキムキお賽銭フェスティバルに出場できないよ。うオーン、オーン。どないすればええにゃー言うてやっとりますけども。おやおや、どうしたんだい金欠レディ。ムキムキザキムキオトレーナー。このダンベルですらうまく持ち上げられなくて、なるほど、きっとそれは筋肉と対話してないからさ。筋肉と対話、ですか。そうさ、例えば筋骨隆々の未確認生物の話、なんか語りかけてみてはどうだろうか。いやーそう言われたらねー、まあ語るっきゃないよねー、ということでおいでやす未確認生物。ムキムキによるムキムキのためのムキムキ。バッツカッチです。バッツカッチは、ビッグフットのような体と、狼のような頭、そしてコウモリのような翼を持った、体長7メートルの巨大ユーマです。でかすぎませんか？いえ、ご安心ください。翼を限界まで広げてのそのでかさです。まあ、仮にそうだとしてもでかいことに変わりないんだけどね。そんなバッツカッチさん、全身が紫色の体毛に覆われています。めっちゃカビ取るやんけ。カビて紫になったわけじゃねえわ。人によってはいや、紫じゃなくて灰色の体毛だったぞ。なんて証言もあるけど、どっちみちカビ取るやんけ。どんだけカビ生えとることにしたいんやこいつ。暮らしのマーケットにお願いしないと、カビ取りの依頼出そうとすな。ああ、もしもし、宅配でー。はい、牛丼並みの牛なし、つゆなし、ご飯なしでお願いします。サラヤン、すいません、かけるとこ間違えました。かっこ悪。さて、そんな毛根と大きさにステータス全振りしたバットマンくんですが、初めての目撃例はいつ、どこで、どのような形だったのでしょうか。それは、1994年4月17日、午後9時30分過ぎのことでした。仕事から帰宅途中だったブライアン・キャンフィールド氏は、ハイウェイを走行中、謎の車の不具合にぶち当たりぶっ破してしまったのです。てか右ハンドルだっけ海外って、左じゃないっけ。いやー困った。トリマカスケード山脈レイニア山の麓まで来たが、何かと出くわす気配がビンビンボンボンうっこんほんよ。そんなブライアンの予感は的中。彼の前方9メートルに巨大な何かが降り立ちます。わっつ、なんだあれは、野生の具志堅か？いや、それにしては大きすぎるぞ。これこそが人類とバッツカッチの初エンカウント。その巨大な生物は、屈強な肉体に大きな翼を生やし、狼っぽい顔に赤い瞳を光らせ、こちらをじっと見つめていました。は、私あのお方からすごい熱視線を感じるわ。これが恋の始まりってやつなのね。違います。数分ほど見つめ合うと、バッツカッチはレイニアさんの方へと飛び立っていきました。それとともに車の不具合も回復。つまり、車に不具合を起こさせ、自分の屈強な筋肉を見せつけてそれで終わったというね。筋肉特化の変態案。この事件の数日前に、レイニアさん6の森で獣の雄たけびが聞こえた、とか、一部家畜がキャトルミューティレーション被害に遭った、なんてことも言われてますが、何でもかんでもバッツカッチのせいにされてもねー。困るよねー。その二つに関しては出くわしたわけでもないのに。また、アメリカにおいてはその後もバッツカッチっぽい何かの目撃事例は続いており、2009年にはシエスタさんの割れ目からこんにちはしたとか、2011年に、ペンシルベニア州バトラー郡の道路上にて、2.5 メートルほどの、ライトブラウンカラーの個体が目撃された、なんて例もあるんだって、これは間違いなく翼の生えたチェホンマンですわ。翼の生えたチェホンマンというパワーワードよ。最後に、バッツカッチの正体についての様々な説を見ていきましょう。やはりこれは外せない。エイリアンアニマル説。エイリアン関連が接近すると、電気系統が動かなくなるんだそうで、ブライアン氏の車の不具合にも、一応説明がつきますね。二つ目は、セントヘレンズ山の噴火が原因で、異次元から召喚された異生物説。噴火をきっかけに別次元のゲートが開いてしまった。って説ですね。突拍子もないけど、ロマンを感じるから私は嫌いじゃないよ。三つ目はみんな大好き生物兵器説。バッツカッチが飛び立った後、政府専用ヘリらしきものが飛んでいたんだ。生物兵器に違いない。うっへへーって説ですね。情緒不安定すぎるやろ。いや、筋肉を誇示する生物兵器ってなんなんって話ですよ。それはほんとごめん。そういうフェチなんや。最後は生物誤認説。本当はただのコウモリとか、鳥とかだったんだけど、誤認に誤認を重ね、盗んだ誤認で走り出した結果、7メートルの翼付きマッチョマンに見えてしまった。という説ですね。とりあえず眼科と精神科に行ってください。ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメ等々よろしくお願いします。それではまた次回、クレイジージャーニー。